中で何をしていたのです。その…これが騎士道の魅力よね。たくましい人生が生存して偉大なる騎士と淑女の皆様、この晴れやかな会場をご覧ください。ここにいるはその武勇を轟かせる者ばかり。世界の各地から栄光を求めて集まった者たちを一人ずつ高らかに紹介しましょう。その名、その称号をお聞きください。ハルメリンド・ローンファル男爵、メティナのルリノス、アトレのレインファーン、メヒトのホルム・アケルスパーク、トロイのドニミル、公爵閣下の進化ガイドボア・フレンヌ、フレイジューのデルウィン、ドーンダル伯爵テイルズ、ライリアおよびリビアの王子アンセイス、オーホーンのラビクス、最後はゴルゴン山のグレゴワール。ご歓声を。昨年のトーナメントの王者、沈黙の戦略者です。今日の勝者はグレゴワール卿と正式に戦います。さて、吟遊詩人の助けが必要な初心者は、説明が必要な方はいるかな。オーホーンのラビクスだと。ごまかせると思ったのか。お前の刃で受けた傷はまだ消えていないのだぜ。何、まさか忘れたのか、このドーンダルのテイルズを。トーナメントが終わるまでに、その傷だらけの醜い顔をさらに醜くしてやる。終わりか、どけ、道を塞いでるぞ。このトーナメントの女神、ビビアン嬢です。全てを虜にするその美しさ。親愛なる騎士の皆様、心から歓迎します。名誉を守り、武勇を示して栄光をつかまれますよう、ご分をお祈りします。脇目も振らず、トーナメントだけに力を出し尽くしてください。さあ、いよいよですぞ。馬に乗り、騎士らしく戦う心の準備を。高貴なる紳士淑女の皆様、まもなく勤勉な蟻のように馬たちが一斉に集まってまいります。そして限られた時間の中を駆け抜けるのです。その壮大で痛快な物語をお見逃しなく。騎士ホーホーンのラビクスがここに降臨。その稲妻のような走りに期待しましょう。ほら行け。おーい、スタート。雷鳴のような稲鳴きが響き、キツネが地面を力強く蹴る。こんな美しい音色がありましょうか。
ペースを保って走り切れるか。なんという子も。なんという技術、威厳、その上にあの速さ。人々の目を喜ばせる宝石のようだ。気高き騎士の皆様を称えるため、今宵は夜明けまで大いに祝いましょう。最高級のワインと料理を用意しました。それにふさわしい家柄の皆様はどうぞおいでください。おめでとうございます。あなたの紋章をあしらった蔵を商品としてお受け取りください。すごいな。ええ、ところで私のテントを漁る白髪の男の噂を聞きました。お心当たりはありませんか？いいえ。あら、そう。まずはおめでとう。素晴らしい活躍、本当に見事だった。まあ、私自身が参加できなかったのが少しは心残りだろうな。勝利に乾杯しよう。宴席に案内する。そこで共にビビアンを待てばいい。案内してくれ。それでビビアンをどう思う？輝くような美しさだ。そんなことは聞いてない。確信を持って言えるようなことはまだ何もないな。分かったことがある。彼女は強力な魔法を使い幻を作り出している。彼女には見た目と違う真の姿があると言いたいのか？まだ推測だがな。率直に言おう。お前の愛するビビアンはブルクサじゃないかと思ってる。ブルクサ？つまり吸血鬼か？確証はない。ビビアンが来るまでまだ時間がある。飲もう。ビビアンに彼女を救えることを祈る。ビビアンに。ああ、彼女に初めて会った時やっと分かったんだ。詩や物語で語られる愛の真実の意味をな。詩的なだけが愛じゃない。時に三分のようにだらしなく醜いこともある。ビビアンを知らないからそう言うんだ。私は分かる。彼女がいるだけで人生はバラ色だ。お前もそれほど知ってるわけじゃないだろう。何か落としたぞ。決闘だ。二度も侮辱されては黙っておれん。三度目を味わいたくないだろう。逃げるのか？ならば教えてやろう、臆病者の末路。三度目の敗北だな、テイルズ。次に挑む前に四度目を味わいたいかよく考えろ。殺してやる、ヘイタイメ。その機会はあったが、あなたの力不足だった。潔く立ち去れ。次は決着をつけるからな。